チャオ、日高よしみです。今回はですね、この普段の雑穀、というのをこの商品私自身が監修してもう10年以上経ってまして、まあ、いろんなスーパーさんなんかの店頭で置いてもらってます。私この雑穀っていうのがすごく好きで、よくご飯の中にこういうのを入れてですね、食べたりしてます。そして今日ご紹介するのが、アクアパッツァオープンしたのが31年前なんですけども、オープン当初に比内鶏と雑穀のリゾットっていうのを作ってました。なんで組み合わせてしたかというと、まあ、穀類が好きになったってのはイタリアから帰ってきてって言ったことあると思うんですけども、比内鶏のリゾットを作ろうと思って、比内鶏は多分雑穀とか食べてたんじゃないのかなと思って、でそういうのが合うであろうという感じで作りました。これはですね、もう雑穀が16穀入ってます。いろんなものが入ってます。概要欄にURL を貼り付けておきますので、そのまま販売サイトの方に行けるようにしておきます。興味ある方は見てください。これとあと今日その雑穀も乾物なんですけども、こういう本、これも初めてご紹介します。私は日本の乾物を使って、お家で乾物イタリアン、こういう本も数年前に作らせていただきました。中にはですね、こんな感じで、いろんな乾物ですね、海苔とかひじき、わかめ、昆布、かつお節や寒天、煮干し、干しきのこ、干し大根なんかこんだけいっぱいありますけども、日本の乾物っていうのは最初買っても次使うまで使わなかったのもずっとなんか隅っこの方に追いやられてですね、結構捨ててしまうことが多いみたいですね。乾物って非常に保存性があって栄養価が高くて、そして何よりも一番いい状態に乾物にしてますので間違いない商品なんですよ。この乾物、今日はこの雑穀を使って作ります。次回はまた別の乾物を使って、作ろうと思ってます。ではこの、雑穀を使ったリゾット、ご紹介しましょう。材料はですね、まずお米と雑穀、今日は日本の雑穀ですので日本のお米を使います。別にイタリアのお米でも構いません。そしてバターは、玉ねぎのみじん切り、そしてこれ仕上げに使うんですけども浅漬きの、細かく切ったもの、鶏の胸肉と、鶏のもも肉、そして、白ワインと、マルサラ酒。ちょっと池根さんシャンツァイも持ってきて、池根が今ちぎってくれてました。今日は上にコリアンダー、シャンツァイですね、これを乗せようかと思います。別にこれシャンツァイじゃなくてもいいですから。コリアンダーって結構好きな人嫌いな人分かれるみたいで、じゃあこれまた向こうで後に持ってきてください。では作っていきましょう。フライパンに、バター、オリーブオイルでも構いません。そして玉ねぎみじん切り、玉ねぎの代わりにエシャロット、ベルギーエシャロットっていうのを北イタリアでよく使います。似たのでエシャレットっていうのがあるんですけども、エシャレットはラッキョウですね。どちらも根菜でうまみを出すものですね。玉ねぎをさっと炒めます。この玉ねぎはですねちょっと炒めて、いい香りが出てきたらそれで OK。 そこには洗わないお米を入れます。ちょっとかき混ぜて、あと雑穀、研いだお米の中にそのまま入れて炊ける雑穀ですので、これはそのまま入れます。よく道の駅とかで買ったその土地の雑穀なんか時々水洗いした方がいいものもありますので、それは気をつけてみてください。白ワインですね。アルコール分を飛ばします。ざっとアルコール分が飛んだら、今度はブイヨンを、野菜のブイヨン、鶏のブイヨン、何でもいいです。もしくはインスタントのブイヨンでも構いません。熱々なのをですね入れながら炊いていきます。だいたい2本米だと時間にしたら12分ぐらいでしょうか。最初から混ぜると結構粘り気のあるリゾットになりますし、最初のうちはある程度こうしながらほっといていいですね。浜田さん、これちょっとお願いしちゃっていいですか。鶏の胸肉ともも肉、両方使わなくてもいいんですけども、ちょっとこれ火を入れた時の最後の食感が変わってきますので、胸肉の方はですねこれ半分ずつぐらいでいいかな。これはリゾットを炊いていく中に、このまま入れていきます。リゾットの
まあ、具ですね、具材として。と皮も薄く一緒に切って、そしてもも肉はですね、今回マルサラソース、マルサラを使ってこの上のソースをかけようと思います。そのソースの中の方にちょっとコロコロした感じで入れてみようかなとふと思いました。30年前やってた時はこういうのつけてなかったんですけども、今回胸肉ともも肉のちょっと食感の違いとかね、そういうものも表現したかったんで、一口大よりもちょっとちっちゃめでしょうか、切っていきます。大体これも半分分ぐらいでいいと思います。ももの方がまあ味が出ますし、煮込んだら少し硬くなります。胸肉はしっとりとこう火が入ると。ここに胸肉を入れます。胸肉に軽く塩をして揉んで、じゃあこれはまだ入れたんで混ぜててください。ではソースの方ですね、もも肉に塩と胡椒もしましょう。塩胡椒をして揉んで、軽くあの薄力粉をまぶします。で粉をよく払って、ちょっとオリーブオイルを入れて、この中に入れて焼いていきます。これ小麦粉をつけたのはちょっとあのお肉自体にカリッと、まあ、色をつけて、カリッとさせたいのと、あとマルサラを入れて少し煮ると、あの小麦粉が溶けてちょっととろみが出るんですよ。それでこちらの方は粉をつけました。鶏に大体火が入ったら、マルサラ酒を入れます。で必ず火から外して、で入れます。でこちらをもう煮詰めて、これを上からかけるソースにしていこうかなと思います。まあ、フォンドボーとか、さらにうまみのエキスがあれば、足してみてもいいかと思います。オイスターソースみたいな、ああいうものを入れても間違いなく美味しいと思います。料理慣れてくるに従っていろんなアレンジが、その人の頭の中に浮かんで組みきます。まあ、それが楽しいんですよね。基本的な料理っていうのは一回基本を作ってみるっていうのが大事だし、そうじゃない料理に関してはその人がアレンジをしていくのは楽しいと思います。煮詰まりました。おソースもいい感じですね。ちょっとだけここにブイヨン入れて少しちょっと火から外しておきます。全体的に味を整えます。塩で、リゾットの仕上げは少し固めっていうのが大体イタリア的なんですけども、もうそれもお好みで、ただあんまり柔らかすぎると日本のお粥と変わらなくなってしまうので、ちょっと歯ごたえ残してもいいかなと思います。今日の雑穀の組み合わせは大体お米と同じぐらいの時間で火が入るので便利です。雑穀、今日このお米の中に入れましたけども、雑穀だけ茹でてクスクスみたいにしてね、サラダにしたりとか、そういうレシピもいくつか提案してますので、どっかから見つけてください。もしくはこのさっきの会社のサイトから見てもらってもいいかもわかんないし、じゃあここで最後にもうちょっと塩を足して、胡椒もちょっとだけ入れます。で仕上げにバターとちょっとオリーブオイルも足しましょう。パルメザンチーズはお好みで入れていただいてもいいとは思います。今日は入れないで仕上げましょう。これがマンテカーレです。空気を入れるように仕上げる。ソースの仕上げに参ります。ソースを温めてバターを2個ぐらいちょっと揺すってね。でちょっと忘れてた、リゾットネギとかアサツギ、これちょっと入れましょう。薬味でこれを混ぜて、はい、じゃあ盛り付けます。雑穀入れるとすごくね、食感が面白くなりますね。いろんな口当たりがあるから、それがすごく楽しい。でイタリア人って結構平らにこうやって盛り付けて、そうすると表面が結構見えるんですね、表情がね。マルサラ酒の香りソースを上からプラスして、池田さんコリアンダーお願いします。ソースをかけます。これは何だ、コリアンダー分かってた分かってた、読まれたな。コリアンダー結構苦手な人多いと思うんで、セリなんかも合いますね。もしくは私最近よく使っているパセリ、イタリアンパセリとか、ああいう系のものを乗っけてもいいです。コリアンダーってこの根っこが美味しいんで、根っこなんかもこのまま添えるか、もしくはフリットにしてね、添えてみてもいいと思います。こういう感じで添えてみて仕上げます。はい、出来上がりです。じゃあ今日の試食は鈴木さんと川島さんですか。はい、
どうぞ来てください、はい、鈴木さんにはちょっと色が違うけどさ、そうびっくりびっくり、懐かしい料理だと思います。コリアンダー係これは何だ、コリアンダーさっきも言いました、いきなり来るのは今日コリアンダー係で、コリアンダー係なんだ。じゃあどうぞ、いただきます。いただきます。一応あの コリアンダーの根っこね、まあ、セリもそうだけど根っこがやっぱり美味しいんですよ。雑穀食感やっぱり面白いですね、うん、普段あんまり食べ慣れてないというか雑穀自体、うん、でもこういう風にリゼットにすると全然違いますね、うん、印象が、うん、西麻布30年前の時はもっと雑穀多かったんですよ、割合が、うーん、半分半分ぐらいで、もう明らかに雑穀が主になるような感じで。杉さんも思い入れある料理ですか、うん、大好きだった。あ、本当ですか。美味しかった。あの最後に詰めた、うん、あの鶏の出汁かけて、うん、少し焦げに、そうですね、どうですか、コリアンダーとの相性は。いや、いいな。いや、いいですね、うん、まあ、たまたまコリアンダーがあったのと美味しかったのと。いいでしょ、その根っこ。ごぼうみたいな、なんかいろんなあれする。これがちょうど1990年アクアパッツァオープンの時にあのお店 あの結構ヒットメニューだったんですけども、当時私がまだ30歳ぐらいです。年配のお客様が来られてて、このお料理で雑穀を出したら怒られた思い出があって、はい僕も言われました、うん、戦争中に食べてたもん、なんでこう高いお金払ってあの食べなきゃいけないんだって言われまして、確かにそうだなと思って。でもね、それ以降すごくあの健康志向で人気なんですよね、あのミネラルとか繊維質が多くて、だから本当にあの今はすごく流行りの商品です、はい、あの美容にいいから。川島さんどうぞ向こうで、そうですね、はい、美容にいいから食べてください。ありがとうございます。お疲れ様です。雑穀、それぞれいろんな思い出があるかと思います、別のサブチャンネルで私岩手に行きまして、短角牛の取材を、まあ、撮って流してますけども、そちらの方はやっぱり雑穀はすごく有名な土地ですね。雑穀って本当にの、いろんな穀類であのお米にないミネラル分、本当にあの繊維質分を補給してくれますので、ぜひあの米と一緒に、もしくはこうやってリゾットにおしゃれに作ってみてください。ではまた次回。チャオ。